ようお前ら、ついに俺も鬼化したぜ。鬼化した俺のことがかっこいいと思った人は、伊之助かっこいいってコメントしてくれよな。伊之助もついに鬼化したか。素晴らしい陶器だな。これでかまぼこ隊も全員鬼化したというわけか。伊之助親分、これから同じ鬼としてまたよろしくお願いします。生まれ変わった鬼化かまぼこ隊として頑張りましょう。いや、鬼化かまぼこ隊って何？ルサン様、かまぼこ隊が全員鬼化ってどういうことですか？一体いつになったら鬼殺隊の鬼化をやめてくれるんですか？うるせー！お前は本当にいつも文句ばっかりだな。もうこのチャンネルには鬼化しか道は残されてないんじゃ。私だって本当はこんな同じネタ毎日やりたくないんだからな。いや、あんたも仕方なくやってたんかーい。でも無惨様、そうは言ってももう柱もかまぼこ隊も鬼化して、他に鬼化するキャラいないんじゃないですか？これから先は一体どうするんですか？あらあらー、そんな心配はしなくて大丈夫よ、赤座くん。次は私たちを鬼化してね、無惨くん。姉さん、私も鬼化したいです。鬼化して、私もみんなと一緒に戦えるようになりたいです。無惨様、俺たちも早く鬼化してください。私たちも鬼化するの楽しみだね、サビト。俺も鬼化したら柱のみんなみたいに強くなれるかな。いや、まだ結構キャラいたー。お前ら原作で登場回数少ないくせにここぞとばかり出てくるなよ。いい加減にこのシリーズ終わらせないと本当に収拾がつかなくなるぞ。おい赤座、てめえいつまで文句言ってんだ。俺の仲間のことを悪く言うやつはこの俺が食うぞ。いや、鬼化した伊之助怖えー。まあまあ赤座くん、落ち着いてよ。この鬼化シリーズが終わったら赤座くんもパワーアップさせてあげるからさ。今はみんなの鬼化を見守ってあげてよ。本当ですか無惨様、この私をパワーアップさせていただけるならもう文句は言いません。ですが鬼化シリーズが終わったら絶対にパワーアップさせてくださいよ。もちろんだよ赤座くん。でもパワーアップのためにはより一君に修行をつけてもらう必要があるから、ちゃんと修行も頑張るんだよ。というわけで赤座のパワーアップのために私が修行をつけてやろう。私の修行は月額1980円だ。まずは今月の費用をしっかり振り込んでおくように。いや、金取っとかよー。みんな、ついに私も鬼化したわ。鬼化した私のことが可愛いと思った人はかなおちゃん可愛いってコメントしてね。かなおもついに鬼化したか。素晴らしい陶器だ。これで俺たちの同期で鬼化していないのは玄也だけとなったな。鬼化した俺たち同期全員で鬼殺隊を壊滅させてやるぜ。いや、もうすでに壊滅してるだろう。ムーザン様、一体この鬼化シリーズはいつまで続くんですか？さすがにもう視聴者も飽きてきていますって。うるせえ。視聴者の意見など知ったことか。わしは自分の信念は絶対に負けん。これがワイの忍道だってばよ。いや、あんた忍者じゃないだろう。あらあら、かなおもついに鬼化したのね。なかなか似合ってて可愛いじゃない。私も早くかなおちゃんみたく鬼化して可愛くなりたいな。無惨様、私たちにも早く血を分けてください。うんうん、他の上限女子メンバーもすぐに鬼化してあげるからね。他のみんなの鬼化を見逃さないように、視聴者のみんなも今のうちにチャンネル登録と高評価よろしくね。ちょっと待てやー。上限女子の鬼化じゃー。そんなことより私の鬼化のが先だろー。いつになったら私の順番が来るんじゃー。いや、あんたはもう諦めろよー。うわー、親方様に殴られたよー。痛いよー。かなおだん助けてー。ご安心ください無惨様。無惨様に逆らうものはどんなものだろうと私が拷問し、この世の地獄を見せます。いや、鬼化したかなおだん怖えー。え、かなお様に拷問してもらえるなんて天国じゃないですか。ぜひ私もお願いします。いや、かなおたんの拷問を受けるのはこの俺だぜ。かなおたん、早く俺のことをいじめてくれー。いや、かなおたんの拷問のご褒美をいただくのはこの私だ。ぜひこのヨリリンを拷問してください。いや、この変態どもがー。ようお前ら、ついに俺も鬼化したぜ。鬼化した俺のことがかっこいいと思った人は玄也かっこいいってコメントしてくれよな。ついに玄也も鬼化したか。素晴らしい陶器だ。これで俺たちの同期も全員鬼化したというわけか。同期が全員鬼化したことだし、同期パーティーでもしようぜ。同期パーティーいいじゃねえか。テンション上がってきたぜ。いや、浮かれんのやめろー。様、ついに同期が全員鬼化ってどういうことですか？もうさすがにこれで鬼化シリーズも終わりにしてくださいね。バカ野郎。が同期が全員鬼化したら次はサブキャラじゃい。どんなに影の薄いモブキャラだろうが全員鬼化したらー。いや、まだ続けんのかよー。無惨様、俺の弟の玄也を鬼化していただきありがとうございます。またこうして兄ちゃんと共に鬼化できて俺も嬉しいぜ。無惨様本当にありがとうございます。うんうん、二人ともそう言ってくれてよかったよ。これからも兄弟仲良く頑張ってね。ちょっと無惨ピッピー、品津川兄弟ばっか鬼化してずるくない？うちら次国ブラザーズも鬼化してよね。さすが道勝お兄ちゃんだ。無惨様に意見をするなんて、なんて頼れるお兄ちゃんなんだ。いや、ネタキャラ兄弟現れたー。お前ら兄弟はさすがにキャラ崩壊しすぎだろ。なんだよ月国ブラザーズって、いつの間にかよりいちさんもネタキャラ定着してんじゃねえ。バカ野郎、お前月国ブラザーズさんに失礼なこと言ってんじゃねえ。月国ブラザーズさんは次の M1 グランプリの優勝候補なんだぞ。お笑い第7世代なめんな。いや、お笑い芸人だったの。まあ、無惨ピッピー、そんなの別に気にしなくてもいいのに。ってわけで改めて、うちらがお笑い第7世代のスーパールーキー、杉国ブラザーズです。兄のミッチーと弟のヨリリンの兄弟コンビだ。みんな応援よろしくな。いや、めっちゃつまんなそうだー。みんな、ついに私も鬼化したわ。鬼化した私のことが可愛いと思った人は、葵ちゃん可愛いってコメントしてね。ついに葵も鬼化したか。素晴らしい同期だ。これで俺たち同期カップルも全員鬼化したな。せっかく葵も鬼化したし、カナオや禰豆子も誘ってトリプルデートにでも行こうぜ。それはいい考えだな。みんなで遊園地にでも行くか。いや、鬼化エンジョイすんなやー。というわけで早速遊園地に来たぜ。今日は楽しもうね、炭治郎。みんなでこうやって遊びに来るのも悪くねえな。いろんな乗り物乗ろうね、善逸くん。せっかく来たんだし、みんなでパーッと遊ぼうぜ。こうやって伊之助さんやみんなと遊べて嬉しいです。あれー、かまぼこカップル勢揃いじゃない。みんなお揃いでどうしたの？今日はこの遊園地で我々次国ブラザーズのお笑いライブがあるのだ。よかったらみんなも見ていってくれたまえ。いや、次国ブラザーズ現れたー。せっかくみんながデート楽しんでんのに、何邪魔してんだよお前らは。お笑いライブだかなんだか知らないけど空気読めよ。さすがに炭治郎たちも怒るぞ。てめえら、俺たちのデートの邪魔してんじゃねえぞこら。俺たちかまぼこカップルの絆を引き裂くつもりか？ああ、これ以上邪魔したらただじゃおかねえからな。いや、想像以上にぶち切れてる。あれ、かまぼこカップルの皆さんじゃないですか。全員でトリプルデートですか？俺たちも柱カップルでダブルデートに来たのだ。まさかこうして休みの日にみんなに会えるなんてね。ほんと変な偶然もあるもんだぜ。いや、みんなデートしすぎだろー。お前ら揃いも揃ってデートしすぎだろ。なんで休日と遊園地にカップル大集合してんだよ。おとなしくステイホームしろやー。バカ野郎、休日にみんなが何をしようと個人の自由だろ。お前こそなんで一人で遊園地にいるんだ。いや、それはあんたもだろ。